マルシャ MR-03 は、マルシャ海一チームが2014年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。2015年もマルシャ MR-03B として出走した。エンジンがコスワースの撤退により、フェラーリに変更。ドライバーは継続して、ジュールビアンキとマックス・チルトン。この年も、相変わらずテールエンダーを、ケータ・ハムと争ったが、速さでは、 ケータハムを上回っており、性能差を見せつけていた。信頼性は前年まで同様に高く、リタイヤは欠場まででわずか5回と高い乾燥率を誇った。ビアンキはモナコ GP にて適位入賞を果たし、チームともに初入賞、初のポイント獲得。チルトンは開幕から6戦連続乾燥し、変わらない安定感を見せていたが、カナダ GP にて、 チームメイト同士で接触。チルトンのデビューからの連続完走記録は25戦でストップしてしまった。それでもそれ以降はリタイアを2回にとどめ、ビアンキと共に完走を繰り返した。ところが、豪雨の中行われた日本 GP にて、ビアンキが大クラッシュ、意識不明に陥ってしまう。ビアンキは、その後意識を取り戻すことなく、翌年7月17日に死去。 次戦のロシア GP は、チルトに1台のみで参戦したが、それと前後して、チームの資金難が深刻化したためこれを最後に、残りのグランプリを欠場することになってしまった。しかしながら、ザウバーとケータハムが、ノーポイントでシーズンを終えたため、コンストラクターズランキング9位を獲得。ビアンキのモナコでのポイント獲得により初めて、コサンチームを上回った。 資金難とチーム体制変更のため2015年も、レギュレーションに合わせた改定を行い MR-03-BE として引き続き出走。エンジンは、フェラーリの2014年スペックを使用。ドライバーは前年アブダビ GP にて、ケータハムからデビューしたウィル・スティーブンスと、新人ロベルト・メリを起用する。メリは持ち込み、スポンサーなしながらも、 経験と将来性を変われての参戦となったが、1シーズン前線の契約ではなかったため、シンガポール GP 以降の7戦中5戦は、アレクサンダー・ロッシュがシートを手にした。このマシンは、シーズンオフの開発がほとんどなされていないこともあり、絶対的性能で他社に圧倒的に劣っていた。オーストラリア GP ではエンジンを始動できず欠場。マレーシア GP ではトラブルによりメリのみ出走。 しかも予選は107%ルールに抵触と、前途多難なスタートとなった。その後は、予選は通過するものの、ライバルのケータハムが撤退したこともあり、シーズンを通して、単独バックマーカーに徹し、ポイント獲得の可能性すら見えずノーポイントの再開で終えた。しかし翌年もチームはエントリーできる体制であり、翌年の性能向上が期待される。ありがとうございます。